流音閣は中華民国、満州国の政治家。北京政府、法典派の政治家で、後に満州国に参加した。字は、恋門。法典法制学堂を卒業し、後に日本に留学した。帰国後に、雲南法制学堂教員となる。1912年、法典定法司会に任ぜられる。翌年、衆議院議員となり、国民党に属し、 さらに憲法起草委員会委員となった。同年、第二革命が勃発すると、上海に移り、革命派として活動したが、こと破れて捕獲されてしまう。釈放後の1914年、劉恩閣は法典将軍公所秘書に移動し、法典派指導者、調作人の配下となる。1917年11月、臨時参議院議員に選出された。翌年8月、 朝の推薦もあって、安福国会で衆議院副議長となる。1919年、南北和平会談で、朝作人の代表を務めた。1921年10月、チャハル特別区域講和動員に任せられる。しかし翌年の第一次、笹口寺家戦争で法天派が敗北すると、竜も、各職を辞任した。1932年、 劉音閣は満州国の立法院秘書長に任せられた。1934年10月、立法院が立法院設立準備のための秘書長のみに改組され、院長、張金白が辞任する。そのため、劉が立法院秘書長秘書長として立法機関トップに立った。満州国滅亡後の劉音閣の行方は不詳である。ありがとうございます。